にちは。こんにちは。はい、江高さん、はい、今日もプレミア12、はい、試合ありました。まあ今日はキューバ戦でね、はい、今日勝てば、スーパーラウンドに移れるということで、はい、しかしキューバは負ければ、敗退ということでね、もうこの試合で終わってしまうということですよね。まあそうだね、はいはい、はい、と球場は、室内から、外に出た。そうですね、で今日の天候は雨風急にひどくなったりだとか、ピタッと収まったりだとか、ものすごいやりにくかったと思うよね。はい、だから多分ね、そういったことも考慮して、はい、いろいろとありましたが、考慮してまあ、なんていうね、そうやりにくさっていうのはすごくあったと思うけども、はい、はい、からいきますよ。今日はね、少し変わったところもありますね、はい、まあ栗原をね、また5番に入れてきて、うん、牧から下、源田、佐野、佐藤というね、はい、まあ、こう下位打線にフレッシュな人間を使ってきたという、うん、キャッチャーね、坂倉選手スタメンだったのが、佐藤にね、はい、まあ、なってきたけども、うん、やっぱ上位打線、まあ、非常に4番までっていうのはこう出ずっぱりの状態で、うん、非常にやっぱこう疲れてるかなというね、まあ牧もそうなんだけども、うん、まあ下位打線、今日はね、はい、どういう活躍をしてくれるか、うん、まあ、それと休みをもらった、まあ、栗原休みといってもちょっとデッドボールでね、休養させたんだけども、まあ、そういった選手がどういう風な活躍をしてくれるか、うん、まあ、そういうことに、まあ、期待をしたかったんだけどね、はい、今日はね。じゃあそのあたりポイントということで、はい、はい、ゲームをね、ちょっと振り返っていきたいと思いますが、はい、先発は早川投手、はい、はい、はい、ということでした、まあ、結果は結果はね、5回3分の1、スコアですね、6対7で日本が勝ちましたね、まあ、はい、で早川は5回3分の1、うん、81球、はい、まあそこそこやっぱり良かったよね、うん、それとやっぱこうなんていうのかな、まっすぐとか、うん、カーブとかスライダーというよりもやっぱチェンジアップとか、うん、フォークっていう奥行きが使えるボールっていうのがやっぱこう有効的だったなっていうような気がするよね。うん、フィゲレロと、ね、ちょっと左の変則なんだけども、はい、まあ、先発ピッチャー、先発メンバー見てみると、はい、下位打線が全部左なんだよね、うん、だからまあそこら辺がどういう風に打っていくかというところで、はい、まあ、2回、佐野が先制のタイムリーを放つというね。ねえ、やっぱ佐野は非常にいいね、うん、ちょっと今日は試合前の声出しもね、そうそう、佐野選手がしてましたけれども、はい、で緊張感もあるしね、うん、彼はだから非常にいいなと思って、はい、で3回裏、日本の攻撃、はい、もう2点目は森下の犠牲フライ、うん、着実に点を取っていくんだよね、はい、なんかね、今回のその侍ジャパンって派手さはないんだけど、うん、確実性があるね。ちょっともう毎試合コツコツと点を重ねていくというような、うん、一気に大量点というのはないんだけども、うん、はい、まあ、相手のエラーとかミスからね、それに乗じて点を重ねていくという、うん、まあ、そういう特徴があるチームだなっていうふうに思うよね、はい、で4回、キューバの攻撃なんだけど、はい、1、2番、まあ、非常にシャープでいいよね、うんうん、3塁打打たれて2番にタイムリーというね、うん、まあ、ここら辺で1点返されて、まあ、嫌な感じにはなるんだけども、まあ、4回裏、まあ、源田、佐野、佐藤、ね、この3人が仕事して佐藤の犠牲フライで、1点を取るという、うん、まあ、源田がヒットで出て佐野がヒットでつないだ、その当たりを見て1、3塁を作る、まあ、源田の隙のない走塁とかね、はい、まあ、非常に日本らしい、まあ、佐藤俊也もなんか強引に行かずに、まあ、高めのボール気味の球をレフトの方に素直に打ち返して、うん、まあ、変則の左から、1点を取り返してね、またでもう1回 3対1にするというね。ね、これ点を取られた後にすぐ取り戻したっていうのはまあ大きいな、これはね、いいことですよね、はい、で5回裏、ね、辰巳が内野安打、森下がサードのボテボテの進塁打を打つんだよね、はい、で栗原がワンアウト二塁で、ワンアウト二塁で一塁空いてて、うん、まあ、申告敬遠のフォアボールをもらうという、で
でワンアウト1、2塁で牧選手、はいはい、で牧が止めたバットでタイムリーというね、あっていうような表情で、ね、そうだね、今4点目を取ってくれるんだけども それから、まあ、チャンスがつないでワンアウト満塁から、うん、佐野が犠牲フライ、はい、で5点目、うん、まあ、佐野はこの日2打点ということで、はい、やっぱこう大活躍するよね佐野はね、ナンバーに置いても、ね、まあ、非常にいい点の取り方をしてたね、はい、で6回表この3点のシーン、ね、先頭フォアボール、はい、ドレイク2番、はい、レフトオーバーのツーベースのタイムリーヒット、はい、でデスパイネフォアボール、はい、ワンアウト1、2塁になって、早川を交代という横山投手に、うん、横山投手にね、はい、でね、この大会見てると大体6回ワンアウトから継投に入るんだよね、やっぱ持たなくなるんだよピッチャーが、でやっぱ変えざるを得なくなってくるというね、はい、もう少し粘ってくれるとつないでいくのも楽になるのになという、6回をしっかり投げ切ったら7、8、9はしっかり準備はできるんだよね、うん、でもやっぱ途中だと非常に誰かを挟んだりとかすると危険性があるんだよね、うん、で横山を持ってきた、でタイムリーで、2点目を失い、まあスライダーが甘かったね、で代打モンカダ選手、モンカダ、はい、これもタイムリーというシンカーが、うん、やっぱりね横山はまっすぐに力があったりだとかキレのいいボールがあるけど、はい、やっぱりちょっとコントロールがアバウトだな、なるほど、うん、ここら辺が今後の課題になるかなっていうふうに思うんだね、うん、だから非常に危ないシーンだったんだよね、で3点を取られるというタイムリー打たれた後に、うん、すぐフォアボールで満塁っていうね、あ、そうなんだよ、形になってしまいますよね、うん、で、ツーアウト満塁から、ピッチャー交代、鈴木翔太に変わるんだよね、はい、非常に苦しかったと思うんだよ、うん、満塁から変えられるっていうのは、うん、まあこういう国際大会だね、でも鈴木翔太がロッテでね一緒にやってる横山の尻拭いをしたというね、で、まあ、しかし5対4にもう1点差に迫られると、いやあっという間になんかこうね追い上げてきた感じでしたね、いやそうなんだよな、うん、で6回裏、はい、ね、モリネロが出てくる、はい、ね、中2日まあ、中2日くらいですよね、でね先頭小原にフォアボール、まあ小原もよく見たよね、はい、うん、で小園がヒット、はい、で井端監督ここら辺で俺迷ってたんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ、小園に打たしたのは小園が当たってるっていうこともあって、まあ、打たしに行ったと思うんだけど、ノーアウト1、2塁、はい、辰巳、うん、ねえ、まあ、触れては来てるけどここら辺でやっぱり1点差に迫られてて、うん、バントでも良かったのかなっていう感じはしたけども、うん、まあ、強行に行くんだよ、で辰巳がセンターフライで小原がタッチアップしてワンアウト1、3塁を作るんだよね、で森下がデッドボール、はい、でワンアウト満塁、栗原、押し出しの1点を取る、で牧がダブルプレーで、うん、まあ、1点は取ったもののもう1点欲しかったなっていうね、うんうん、いうようなことがあって、はい、まあでも1点差に迫られて、うん、よしキューバ行くぞって言った時にまた1点を取るというね、うん、まあ日本がね本当にこう毎回毎回少しずつ点を重ねていけたっていうところですよね、まあそうなんだよね、うんうん、いやだからまあこういうことがくさびになるかなと思ってたら7回、はいはい、まあサントスフォアボール、はい、まあ1番バッターよね、うん、でドレイクヒットノーアウト1、2塁、はい、でやっぱキューバ負けれないから3番の、うん、ギベルト、ギベルト、はい、ギベルトにバントはい、を命じるんだけど、まあ、失敗、うん、でショートフライでアウト、はい、でここでピッチャーを鈴木から清水に、はい、デスパイネのところで変えるんだよね、はい、でこれがデスパイネが投手前のボテボテ、うん、で清水が一塁で悪送球、はい、冒頭投げてまあ2人のランナーが返り、ね、同点になるというね、うん、だからやっぱミスが出るっていうのは怖いし、うん、やっぱこう気象条件、まあ、例えばドームとかでやってて、雨とか風とか、うん、まあ、いろんな条件が重ならなかったら、はい、こんなエラーは出なかったのかなっていうふうには思うけど、かなり雨足も強かったですよね、いや強かったし、下は濡れてるしさ、風も強い中でね、うん、コンディションはすごく悪かったですけれども、でボールがね、多分ね、濡れてたと思うんだよね、うん、冒頭でも高く抜けちゃうよりは低くいった方が、低く投げとけばなんとかなるかなっていうのがならなかったよね、うん、
それで同点になったというね、はい、まあここら辺はやっぱキューバだなっていうふうに思うし、うん、やっぱ難しいなって、国際試合はね、はい、何が起こるかわからないし、うん、やっぱ外国人って乗ってきたらまあなんかこう奇跡を起こすようなね、まあそういうこともあるし、うん、で8回表、清水が続投ね、まあ続投させたんだよね。やっぱこうなんていうの、登板方にならないように、まあ井端監督も気を使ってるなっていうことも考えて、うん、しかし先頭打者ヒットで、続くバッターはバントを命じるけども失敗、うん、ここら辺でね、キューバがねバントが決めてたらこの試合は分からなかったなっていうような、うん、まあ、そんな感じの攻めをしてくるんだよね、はい、でワンアウト一塁、うん、でサントス、ショートライナー、はい、ドレイク三振というね、うん、まあ、清水が頑張りましたよ、はい、でその裏8回裏、はい、小園が先頭で出ていった、うん、ね、うん、ダイソー磯畑ね、もう切り札だよ、うん、もう1点を取りに行く同点からね、はい、もう切り札切ってきた、うん、まあ、ピッチャーはモイネロ、左対左ピッチャー、はい、やっぱもうシーズン中から磯畑のことと対戦してるからさ、うん、まあ、磯畑も知ってるけどもモイネロも知ってるというね、うん、やっぱ足が速いということで、やっぱモイネロのクイック、うん、それがちょっと速くてね、はい、タイミングがずれて辰巳に当てるんだよね、デッドボールね、はい、これはやっぱり磯畑をダイソーに出したということがこのデッドボールを導いたと思ってるんだよ、うん、でしかし辰巳がねここで交代するんだよね、ダイソー村林、うん、まあ、ちょっと肘の状態、まあ、今後ちょっと心配だけども、うん、まあ、肘の付近に当たってね、あの交代するんだけど、でもまあノーアウトランナー1・2塁、森下サードゴロ、ワンアウト1・3塁、うん、で栗原、はい、これは ね普段同じチームでやっている対決でしたね。そうだな、はい、だからそれがやっぱどういう風な打ち方をするかなと思ったら、うん、やっぱ彼は賢いな、栗原選手、うん、はい、やっぱ無理して強引に行かずに引きつけて反対方向に犠牲フライを打つというね、うん、それで勝ち越しという、これが本当貴重な勝ち越しの犠牲フライでしたね、7対6ね、はい、で9回、うん、まあ、大勢もう1回行くかなと思ったけど、はい、スーパーラウンドを決めにかかるんでね、はい、もう1イニング抑えれば、はい、決まったんで、でも藤平を持ってきた、うん、でやっぱ藤平っていうのは抑えのピッチャーじゃないから、やっぱ9回の独特な雰囲気、緊張感にちょっと飲まれたのかわからないけども、うん、デスパイネ、マルティネスに連打を食らって、はい、ワンアウト1・2塁になるんだよね、ね、日本でもおなじみの2選手ですけれども、そうだね、はい、で続く打者に対してデッドボール、ワンアウト満塁を作ってしまうんだ、うん、はい、で打者モンカダ選手、モンカダ、うん、カダ選手を三振、はい、コスメ選手を三振ということで、はい、本当気迫あふれるね、まあちょっとヒヤヒヤしたないや本当に満塁でね、うん、でもね佐藤俊也も、うん、やっぱ満塁で藤平、今日の藤平の状態っていうのは非常に悪くて、うん、ボールが抜け気味だったんだよね、はい、でデッドボール当てたのもフォークボールでさ、うん、それでピンチを招いた、で信じてたフォークボールが使えない状態の中で最後のバッター追い込んで2エンド2からよくフォークを投げさせたね、うん、うん、あれはやっぱりこう一か八かというかさ、うん、まあそんな感じがしたけど、はい、やっぱり日本のコツコツ野球、コツコツ野球、はい、やっぱり犠牲フライで点を取るところは取って、はい、あのしのぐとはしのいだというね、うん、まあ、同点になってもやっぱ切り札を出して、はい、磯畑というね、うん、相手を撹乱したというね、うん、まあ、そういう野球ができたっていうことは、まあ、あの良かったなという、ただやっぱこの国際試合っていうのは相当やっぱ疲れるね、うん、見ていても疲れるけども、やっててやっぱこういう悪条件の中で、うん、まあ、やった選手っていうのは相当疲れてると思うよね、うん、うん、だからまあスーパーラウンドが決まったんで、はい、1位通過でね、まあ、うん、はい、明日はちょっとねメンバーをこういろいろフレッシュな選手を使ってもいいかなっていうような、まあそんな感じもするよね、まあ、あのなんていうんだろうね、どういう風な感じになるのかっていうことと、うん、選手が休めるということですかね、うん、でもね、野球ってやっぱ難しいなと思うのは、うん、やっぱここでバントなのか強攻なのかとか、うん、やっぱその決断をしていかなきゃいけない、うん、それとやっぱもう時はどんどん過ぎていくんで、うん、早く決断しなきゃいけないっていうところで、うん、
まあ、非常に今日のゲームなんていうのは難しかっただろうなと、うん、また継投するピッチャーもある程度限られた中でやろうとしてたんで、うん、まあ、非常に、まあ、岩田監督が一番疲れたんじゃないかなというね、まあ、感じがするよ。そうですね、うん、まあ、だけど、うん、まあ、スーパーラウンドでね、はい、決まったんでまたちょっとリフレッシュできるような時間もあるし、うん、だからもう一度とこう体調を整えてね、うん、まあ、頑張ってほしいなというふうにね、思いましたよ。もう指名打者の佐野選手もね、ああいいね、いい働きというか、まあそうだ ね、よかったのはやっぱこうフレッシュな選手を使った選手たちが、はい、やっぱ躍動してくれたっていうことだよ ね、うん、もうね、あの、うん、疲れてる選手たちに代わってと言ったら変だけども、はい、やっぱその分まで頑張ってくれたっていうのが、うん、まあ、非常にあのチームとして心強かったね。はい、まあね、あの今日は1点差で勝ちましたけれども、はい、ヒットの数はね、キューバーが10本に、日本が8本ということで、まあ、そうだね、結構ね、大変な試合でしたが、まあ、ただね、今日でもね、うん、やっぱピンチを招いたのは、先頭打者のフォアボールだとか、うん、まあ、そういうところから、こう、なんていうのかな、ピンチを招いて、うん、ピンチが大きくなってっていうようなね、ことがあったんで、やっぱこう先頭打者の取り方だとか、うん、まあそういうことはもう一度反省してね、戦ってほしいと思います。はい、というようなキューバ戦でしたが、はい、またまた明日も試合が続く。まあそうだね、うん、まあ明日はね、もうなんていうの、ちょっとメンバーを変えてきそうな気もするしね。はい、ドミニカと、ドミニカとね、はい、うん、だからまあ少し気楽に戦ってほしいなと思うよね。ちょっとね、もう、うん、張り詰めた状態でここまで来て、そうそう、今日はこの試合でしたのでね、そう、もう何が何でも全勝でとか、もうそういうことはあんまり考えなくてもいいと思うよね。考えない方が本当に全勝という結果がついてくるかなっていうところがありますか。まあ明日はね、唯一ね、リラックスできる少しね、うん、ゲームかなと思うし、はい、まあ本当に楽しんでほしいなっていうふうに思います。はい、はい、ということで明日はドミニカ戦、はい、で、その後またね、空いてすぐ21日から ね始まります。これはまた東京ドームに戻ってきて、はい、ということなので、まあ、今度は東京でできるんでね、はい、はい、そのあたりもね、まただいぶ、まあ、今よりはやりやすいかなっていうところですか ね、まあとりあえず、はい、1位通過おめでとうございます。はい、おめでとうございます、はい、よくやりました。はい。